さんがなりでいきましょうか高橋がなり僕ね、高橋がなりさんの好きなあの、えー、っとシーンがありまして、出資者ですね、出資者の、なんかね、おにぎり屋さんだったかな、なんか女性の方にね、あの出資したんですよ。で、結局その女性の方があの辞めますみたいな。で、その辞める理由が、なんか、がんになったな、なんかその病気になったみたいな。うん。で、がなりさんが、その、 うーん病気になるっていうことは、まあ、すげえきつい言葉も言うんですよ。それはもうビジネスやる資格ないねと。病気にもなるぐらいだったらそれはビジネスやる資格ないよと。みたいな強いことも言うんだけども、ただあの、責任は俺があると。それを見抜けなかった。要はそれを見抜けなかった僕が悪いと。すごいね、そのね、まあ多分 YouTube でまだ残ってると思うんですけど、めちゃくちゃ出資後の,そのなんか大事な。 話があるみたいな、ガナリさんとこう話すとこがあって、そう,そうそう、すごいいい、めちゃくちゃすごいですよ、それ。かなりすげえな、みたいなねなんかその。めちゃめちゃ厳しいこと、そ,それもね、もう、心をえぐられるような感じじゃないですか。病気するお前が悪いみたいなね。<laughs> 病気するようなやつにビジネスやる資格ね、みたいな。<laughs> 言っときながら、いや、でも、俺が悪いんだよ、みたいな。なんかね、すごいな、この人っていうのは、僕、感じましたよね。 な,なんすか、ね、その、まあ、考え方次第でそのガナリさんは少なくてもそれは良くないことだよっていうちゃんと指摘もするし僕も良くなかったっていうことも考えられるしいろいろな側面で物事が見れるってことですね解釈できるっていうだから一般的だったらね一般的な解釈だったらあ病気になったのがんになったのそれは大変だったねとそれはしょうがないねっていうのが大体一般的な思想考え方じゃないですか がないさんお,そお前悪いと <laughs> ビジネスやる資格ねみたいなね <laughs> まあでもねまあ僕はもうビジネスの世界で生きてるのでうんなんか理由になんないんですよねお客さんにとっては別に理由になんないんで僕が何しようが例えばまあ商品を今回売りましたけどもじゃあ僕がその病気になって商品が提供できないってなったらお客さんにとっては関係ないのでうん それはまあ自分でこう管理していかないといけないですよねあ、うん、僕はだから60だからそれは60までって決めてるんですけどずっとやるのはそれしんどいので60で引退っていうドリアカも60で引退させていただくと、うん、でもそこまで責任持ってやるっていうのは決めてるんで、うん、でもしまあ、不慮の事故もあるので不慮の事故になったとしても何かの形でやれるようにねしないといけないだろうしうん でもただ僕は一人でやってるんでそれもお客さんには一応言ってるんですけどね前その吉谷さんあのサポートがずっとされるっていうことなんですけどこれ言葉悪いですけど吉谷さんが死んじゃったらどうするんですかみたいに言われてあなたも死ぬ可能性ありますよねとじゃああなたは <laughs> あなたは明日生きてる保証はあるんですかみたいなお互い様なんでそこは言い分で考えてくださいとは言いましたけど <laughs>、うん ままああでもまあ販売している側としては、それをどう提供していくのかっても考えてやっていかないといけないなっていう。だまあ一つね、まあ、YouTube に関しては、まあ、ドリームアカデミアは僕のもう本茶の講義なんで、YouTube じゃなくて違うプラットフォームですね。YouTube の場合は赤晩食らう可能性があるんで、そのリスクを回避するために有料のベメオっていうところに使って、ドリアカの講義に関しては全部ベメオでやってるんで、金払って。別に YouTube でもいいんですけどね、ただリスクを考えると。 見れなくなるというリスクを考えるとまあそういうのを12年前に全部リニューアルしてうんそれはシフトしましたねうんそうまあガナイさんすごいですねはいいってらっしゃい